ジャズキサバレレラのおいちゃんです。今日はですね、ヨーロッパジャズをお届けします。ピアノトリオですね。今日お届けするレコードはこちらになります。エロール・パーカーというピアニストです。ですね、なかなか達者な人で、そうですね、他にも私持ってるんですけど、セロニアス・モンクの、なんて言いますか、オマージュみたいなレコードを出してたりとかですね、そういったピアニストなんですけれども、これもですね、もう何て言うんですかね、もう名曲ばかりですね。例えば T42 とかエンジェル・アイズとかチェロキーとか、フォー・ヘブン・セイクとかですね、サムタイムズ・アイム・ハッピーとかですね、そういった曲をもう2分から3分ぐらい演奏してるんですね。ピアノの奏法もいろいろあるなという、そんな感じですね。緊張感はなくて、どちらかというとああいいなという感じですね。そういったピアノなんですけれども、本当に、ピアニストにはいろいろあるなというレコードを感じさせるんですね。はい、今日はですね、その中からですね、6曲5曲と A 面6曲 B 面5曲どれも、2曲だけですかね、自分自身が作った A 面の1 B 面1が彼の作った曲なんです。もうそれより他のスタンダードの方がいいんですね、なんかね。はい、それで今日はですね、Like Someone in Love をお届けしたいと思います。はい、これからもよろしくお願いします。ジャズはいいよ。Thank you.